さあ攻守の方向を向き変えまして、これより第2クォーターに入ります。今度は静岡ファルコンズが画面向かって右から左に攻める形になります。これより第2クォーターに入ります。静岡相手陣32ヤードからセカンドダウン5。さあ再びランニングバックに達しました。テイルバックの位置に入っていました。ランニングバックが右オフタックル付近を突き、味方ブロッカーを生かして約3ヤードのゲインとしています。静岡ファルコンズ右へのランプレーを試みましたが、ノービスの素早いディフェンスにあり2ヤードほどゲイン、サードダウン2の攻撃に入ります。キャリアは26番の鈴木。静岡相手陣29ヤードからサードダウン2。さあ攻撃権更新なるでしょうか。ノービスこれを封じるでしょうか。静岡ファサー、ここで静岡が選択肢出したプレーはカウンタープレー。一旦逆方向に振ってからランニングバック26番に託しました。これに応え26番見事に攻撃権更新としまして、静岡ファルコンズファーストダウン。キャリア26番は鈴木です。静岡相手陣26ヤードからファーストダウンテン。不成功。クォーターバック7番ここで今日つくように左側のワイドレシーバー3番にパスを投じました。しかし3番キャッチミス、パス成功によりダウン1つ失いセカンドダウンと変わります。静岡相手陣26ヤードからセカンドダウン10。さあここで左オープンへのスイープレー、ランニングバック27番トスを受けて左オープンに展開。味方ブロッカー42番素晴らしいブロックによりこれを生かし約5ヤードのゲイン、8ヤードのゲインとしています。ランニングバック27番は深澤、見事なブロックしました。ワイドレシーバー42番は矢島でした。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。しかしこの反則は取りません。ゲインを有効としまして、セカンドダウン3の状況で試合再開となります。それを成功せず、そのままダウン更新になります。静岡ファルコンズサードダウン。さあ静岡結果的にサードダウン3の状況に入りました。攻撃権更新なるでしょうか。ボールオン相手陣18ヤード。ここで中央ランプレー。さあ密集点をつきましたが、このランプレーどうなりましたでしょうか。ここでホイッスル、攻撃権更新です。静岡ファルコンズファースター、非常に際どい判定でしたが、しかし攻撃権更新となっています。静岡ファルコンズファースター。静岡相手陣15ヤードからの状況と変わりました。さあ勢いに乗ってこのままエンドゾーンにたどり着くでしょうか。静岡ファルコンズ相手陣15ヤードからファーストダウン10。さあ今度は左側をつきました。
何枠27番相手の裏をつくように約6ヤードゲインとしています。5ヤードほど失礼しました。何枠27番は深澤。静岡相手陣9ヤードからセカンドダウン4。攻撃権更新まで4ヤード、そしてエンドゾーンまで残り9ヤード。さあノービス、これを止めることができるでしょうか。さあこの判定はどうか。パス不成功、パス不成功の判定です。ここでノービス一気にプレッシャーをかけました。クォーターバック7番逃げながらこれをパスに変えましたが、この時レシーブ相手ディフェンス選手捕まえたかに見えました。しかしキャッチした時点で外へ出たためパス不成功の判定です。あわやインターセプト、パス出しというプレーでしたが、しかしそれはなりませんでした。静岡危うく攻撃権を失うところでしたが、これは何とか確保。しかしサードダウン3回目の攻撃に変わります。静岡ファルコンズサードダウン5。静岡相手陣9ヤードからサードダウン4。さあここで左オープンへのランプレーで突破を図ります。キャリア27番、果たして攻撃権更新になったでしょうか。静岡ファルコンズ左へのランプレー、わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。残りわずかです。静岡相手陣7ヤード位置に入りましてのフォースダウン、残り1ヤード、1ヤードありません。インチ、この選択をどうするか。プレーします。ギャンブル。4回目の攻撃とします。前進試合と攻撃権を失うが、このプレー果たしてどうなるでしょうか。中央へのプレー、見事攻撃権更新です。静岡ファーストダウン、ギャンブル成功。ここで静岡はフルバック42番の中央への第4プレーにより攻撃権更新を果たしました。期待に応えまして42番攻撃権更新です。静岡ファルコンズファースター。さあ静岡相手陣4ヤードに入りました。ここから静岡ファースターントゥーゴールとなります。静岡ファルコンズファースターントゥーゴール。さあこの4ヤードの攻防はどちらにその結果が得られる形になるでしょうか。中央のランプレー行った、タッチダウン。静岡ファルコンズ、ここで静岡ランニング枠40番に託しました。40番ハンドオフを受け、右オフタックルをつきました。攻撃権更新、そのままエンドゾーンに入りました。タッチダウン。静岡ファルコンズタッチダウンにより6点獲得、逆転としました。見事期待に応え逆転しました。ランニング枠40番は坂口。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。このキックブロック、ここを確実にキックにより1点を加算しようとしました静岡。しかしそれをノービス見事にブロックしまして6点で止めました。静岡6点止まり、静岡ファルコンズ6点、ノービス3点。しかし静岡逆転となりました。さあ第1クォーター、まずフィールドゴールにより試合が動いた後、その反撃としまして静岡がタッチダウンにより逆転としましたが、それを最後のトライフォーポイントノービス止めまして、まだ試合の状況油断許さない状況になっています。試合は先ほど得点を挙げた静岡ファルコンズのキックオフで再開となります。第2クォーター、静岡ファルコンズのキックオフにより試合が再開されます。
静岡ファルコンズキッカーは11番の富永が務めます。ノービスはリターナーに21番と24番を配置したようです。さあ低めのキックを蹴りまして、ノービス21番がリターンに入ります。このリターンはノービス陣40ヤードを超えた地点で攻撃権を得る形になりました。ノービス21番東浦、リターナー21番は東浦、自陣42ヤード付近よりリターン、ノービスバースダウンでになります。さあ失点を許す形になりましたノービスですが、この攻撃権で再逆転となるでしょうか。ボールオンは自陣43ヤード位置にセットされました。ノービスファーストダウン10。まずはランプレーで展開します。何は9、21番ハンドオフを受けて中央突破を図りましたが、プレッシャーをかわし逆にその裏をついて約9ヤードのゲインとしています。9ヤードのゲイン、ノービスセカンダン1ヤードの攻撃に入ります。ランニングバック21番は東浦、ノービス相手陣47ヤードからセカンダウン残り1ヤード。さあ静岡ディフェンス殺到します。再び中央へのランプレーにより突破を図りましたが、これを静岡43番と99番がチャージしましてノーゲイン。ノービスサードダウンに変わります。素晴らしい対応しましたのは静岡ファルコンズ43番の大畑、99番の高田です。ノービス相手陣47ヤードからサードダウン残り1ヤード。パス成功、パス成功、ファースター、クォーターバック8番、ここで右にいたワイドレシーバー6番にパス、これを6番競り合いながらそれを見事キャッチしまして攻撃権更新です。ノービスファースター、ノービス敵陣42ヤード付近よりバースダウン戦の攻撃に入ります。見事キャッチしましたワイドレシーバー6番は吉村、投じましたクォーターバック8番は三宅。ノービス相手陣41ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス成功、ナイスゲイファースト、クォーターバック8番ここでパスを続けます。ワイドレシーバー15番にパスを通しまして見事攻撃権更新です。ノービスファースト、今度パスを取りましたワイドレシーバー15番は照井でした。さあ一気に押し返しますノービス、相手陣25ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ今度はランプレーに託しました。ランニングバック21番ハンドオフを受けて右オープンに展開、ブロックを生かし約6ヤードのゲインとしています。東浦君が約6ヤードほどゲイン、キャリア21番は東浦、ノービス続いてセカンダウン4の攻撃に入ります。ノービス相手陣19ヤードからセカンドダウン4。パス成功、タッチダウン、パス成功。
タッチダウンです。クォーターバックション後ろに下がりましてターゲットを探し、しかしプレッシャー殺到し左に展開。ここでノーマークにやったワイドレシーバー15番見事にエンドゾーンでそのパスをキャッチし、ノービスタッチャー、ノービス6点獲得、逆転としました。静岡ファルコンズ6点になります。ノービストライフォーポイント、キックにより点数を、結果は6番のキクノが務めます。スナップベース、このドライフォーポイントは失敗となりました。6点止まり、ノービス9点、静岡ファルコンズ6点、ともに6点という形になりましたが、しかしノービス最逆転という形になりました。見事タッチダウンを決めました。クォーターバック8番は三宅、取りましたワイドレシーバー15番は照井でした。これにより再びノービスは自分たちの優位な状況を作る形に成功しました。さあ静岡、これを再び覆し 再逆転という形に持ち込むことができるでしょうか。試合はノービスのキックオフで再開となります。ノービス21番東村君のキックにより試合再開です。さあリターンに入る静岡、このリターンは静岡陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から静岡の攻撃と変わります。静岡ファルコンズ8番岩脇君のキャッチ、ボールをキャッチリターン、自陣31ヤード付近よりファーストアンテンの攻撃に入ります。静岡自陣31ヤードからファーストアンテン、ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。スナップ前の反則です。リレーオブゲーム、静岡ファルコンオフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めなかった場合5ヤード抜退となります。従いまして静岡5ヤード下がりまして、ファーストダウン15の状況となります。ファーストダウン15の攻撃になります。静岡自陣26ヤードからファーストダウン15。ありがとう、ありがとう。ここでトラブル発生している。幸い静岡自ら抑えています。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、ここでボールをはたかれました。あわや攻撃権を失うところでしたが、なんとか自ら確保、しかし大きく後ろに下がる形になりました。静岡ファルコンズがボールを抑え、自陣20ヤード付近よりセカンダ20の攻撃に入ります。静岡自陣20ヤードからセカンドダウン21の状況に入ります。この状況を打開できるでしょうか静岡ファルコンズ、逆にこのチャンス生かせるでしょうかノービス。さあまずランプレーによる突破を図ります。何枠40番ハンドオフを受け、右オフタックル付近をつきました。ゲインは約しかし4ヤードにとどまっています。静岡ファルコンズ中央へのランプレー、わずかにゲインしサードダウン6の攻撃に入ります。静岡自陣24ヤードからサードダウン17という厳しい状況に入りました。さあどのようなプレーを持ってくるでしょうか。さあコートワーク下がりますが、キュービーサーク、
ここでクォーターバック7番パスを投じようと後ろに下がりました。しかしそれを待ち構えたかのようにノービス18番が吸収、QB サックパスを投じる前に倒しました。これによりフォースダウンに静岡追い込まれます。見事 QB サックしましたノービス18番は林田、素晴らしい QB サックでした。ノービス広島林田君の激しいラッシュによりパスを投げられず静岡ファルコンズフォースダウン、パントフォーメーションに入る。静岡フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。それをノービスリターン、相手陣入ったところでの攻撃を終えました。これによりノービス相手陣48ヤードからの攻撃という形に変わります。攻守交代、ノービス相手陣48ヤードからファーストアンテ、さあまずランプレーによる展開をします。ハンドオフを受けましてランニングバック右オフタックル付近をアウトサイドゾーンのランプレー、キャリア21番ブロッカーを生かして約6ヤードのゲインとしています。キャリア21番は東浦、ノービス相手陣42ヤードからセカンドダウン4、さあパスいった、パス成功、ビッグゲームファーストダウン。ここでノービスロングパス、一気にエンドゾーン狙わんかとするロングパスをワイドレシーバー6番に通しました。これを6番見事にディフェンス振り切りましてパス成功とし攻撃権更新です。ノービスファーストダウン、素晴らしいキャッチをしたワイドレシーバー6番は吉村。ノービス相手陣12ヤードからの攻撃に入ります。ノービスファースト、ノービスファースト、静岡ナイスディフェンス。ここでノービスはオプションプレーを選択しました。ランニング枠24番にトスをしまして右オープンをつきましたが、しかしこれを静岡アジャストし53番がロスタック、約2ヤード後ろに下げました。静岡対応しましたのは53番の清水、チームキャプテンです。ノービスセカンドダウン12、ここでノービスはプレイアクションからエンドゾーンへパスを投じようとしました。しかしディフェンスカバーされパスを投げるターゲットを見つからず、結果的にパス不成功となりました。ノービスサードダウンに入ります。パス失敗、ノービスサードダウン12の攻撃。さあこのゴール前で素晴らしい攻防が続いております。ノービス3回目の攻撃に入ります。ボールオン相手陣14ヤード、ノービスサダー、ここでホイッスル、チームタイムアウト、ノービス失礼しました。ここでノービス前半1回目のタイムアウトを取ります。ここ
アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ノービス、ここを要所とし、ここでまず作戦タイムを取りました。 YouTube では画面上チーム名があります。下側に黄色いバーが表示されています。このバーの本数がタイムアウトの残り数とご承知いただければと思います。現在チャット欄の方でも多くの方々が応援メッセージをいただいております。大変光栄に思います。それにふさわしい素晴らしい熱戦が今展開されております。チームタイムアウトが終わりまして、ノービスサウザンロームの攻撃に入ります。さあ、その試合前半残り59秒となっています。ノービスサーダウン12で試合再開。さあ、クォーターバック下がっているが、パスを通した、どうだ、タッチダウン。クォーターバック8番、ここで右エンドゾーン隅へのパス、ワイドシーバー6番ディフェンスにカバーされながら見事にジャンピングキャッチし、エンドゾーンで着地、タッチダウンとしました。これによりノービス6点獲得です。ここで6点追加し、静岡ファルコンズ6点。素晴らしいタッチダウンパスキャッチを決めました。ワイドシーバー6番は吉村、値千金のパスタッチダウンパスキャッチでした。さあ、ここでトラブル発生、前には誰もいない。ツーポイント成功、ここでノービストライフォーポイントをキックで決めようとしましたが、そのスナップがミス、そのままゴールラインに持ち込みました。転がったボールをカバーしたのは静岡、そのまま一気にエンドゾーンまで走りきました。これにより静岡に2点が入ります。結果的にスコアは静岡ファルコンズ8点、ノービス15点という形になりました。ノービス逆転には成功しましたが、その差ワンタッチダウンという形に結果的になりました。ここでワンプレーによる得点の最大得点は、アメリカンフットボールは先ほど申し上げた通り8点が上限です。一般的にはタッチダウンの後のキックによる7点が1つの組み合わせになりますが、この得点を超えた場合はプレーが2回行われるといけない状況になりますが、これをなんとか静岡は確保する形でワンタッチダウン差に踏みとどめる形になりました。その試合はノービスのキックオフで再開となります。第2クォーター終了まで残り52秒です。さあ、静岡にターンに入ります。このリターンブロッカーが非常に効果的に作業しまして、自陣44ヤードの地点からの攻撃を得ています。静岡ファルコンズ26番鈴木君がリターンをし、リターンをしましたのは静岡ファルコンズ26番の鈴木でした。静岡ファルコンズ、さあ、失点しました静岡ですが、しかし先ほどのトライフォーポイントにより勢いをつけて、さらにキックオフリターンによりさらにその勢いを加速した状況で、最後の前半最後の攻撃シリーズに入ります。試合時間前半は残り46秒、果たして静岡はどのような攻撃を選択するでしょうか。ボールオンは自陣45ヤードから静岡ファーストアンテン、さあ、ここでパスプレーに行きましたが、これはノービスナイスダジェスト、ランニングバックに右方向へ展開してのパスプレーでしたが、これをノービス87番がタックルしまして、ゲイン約3ヤードにとどめています。ここで静岡前半1回目のタイムアウトを取ります。静岡ファルコンズが前半1回目のタイムアウトを取っております。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。これを気合い、静岡ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。さあ、静岡前半1回目のタイムアウト、残りタイムアウト2回となります。ボールオンは自陣47ヤードから静岡セカンドダウン7で試合再開。前半残り時間は37秒。さあ、クォーターバック左下がった、しかしこのパスは不成功。
パスがショートしまして攻撃権一つ失いサードダウンに変わります。パス失敗ですと時計も止まります。静岡自陣47ヤードからサードダウン7。前半残り時間は32秒。さあクォーターバックが下がった、パスを通した、さあしかしこのパスは不成功。ノービスこのパスはカットしまして、パス不成功に終わらせました。静岡フォースダウンと変わります。ダウン更新されまして、フォースダウン8の攻撃。第2クォーター終了まで残り28秒。静岡残り時間28秒でフォースダウン7の状況に入りますが、ここでホイッスル。静岡ここで前半2回目のタイムアウトを使います。ここで静岡ファルコン、静岡結果的にこの4回目の攻撃更新するギャンブルを狙わず攻撃権放棄となるパントを選択するか、そのチョイスに迷ったようです。ここでまずタイムアウトを取り状況を確認する形になりました。さあそのタイムアウトを解けまして試合再開となります。パントフォーメーションになっております。静岡パントフォーメーションを取りました。このパントは結果的にノービス陣15ヤード付近のところまで蹴り込み、この位置で攻守交代となります。15ヤードライン付近で止まっております。ここで攻守交代変わります。ノービスは結果的に攻撃権を取り返す形には成功しましたが、前半残り時間は17秒となっています。この時間内に得点を挙げないと現在のポジショニング全てリセットという形になります。さあノービスはどのような選択をするでしょうか。自陣15ヤードからファーストダウン10、2ダウン、膝をついてランプレーという形にしまして、そのまま時間を回す選択としました。無理なプレーをしリスクを避ける形でこのまま前半終了とするようです。ここで前半終了です。前半終了となりまして静岡ファルコンズ8点、ノービス15点で静岡ファルコンズワンタッチダウン失っている形でノービスワンタッチダウンリードという形で前半終了となりました。しかし双方とも逆転続く凄まじい攻防が続く前半戦でした。共に勢いに乗りそのままオーシャンボールの権利を得ようと互いに白熱した一戦を行っております。